されるっていうか。うん、僕もじゃあね、来られんかもしれんな。途中から引っ返されたんと違うか。そうかもしれん。いや、本番、しばらくだったな。しばらくでした。台湾から直行されたんですか。今日は来られるのじゃないかと思いました。ひどかったよ。雲が低くてね、海の上を張ってきたよ。それはお疲れでしょう。いや、一旦宿舎行かれますか。いや、団長閣下にすぐ申告する。では。趣旨の健康を祈る。あくまでも健康を大事とするように。これ何の跡かね。信濃空軍大将の感謝だったそうです。おお、ピアノまであるとは贅沢なもんだね。大将殿、今度この辺りに舞台館ができたんですが、お聞かせしましょうか。おお、それは聞きたいね。おい国見。あ、お前これで舞台館を弾くんか。はあ、みんなもお合唱しろ。はい。いや、私は。照れるな、柄じゃないぞ。おい、引けよ引けよ。なんだ貴様。照れるな照れるな。やられ。そうか。よし。おい、みんな、そう。
さもお前暗いうちから頭の上をブンブンブン飛び回るやつがあるけん、こら一体誰だと思って窓からこう首を出したらば、損が放ってけお前ブレーッと急降下してきよったとか、これがなんとうちの部隊長記者。おもまったくうちの親父やからな。隊長殿は最近全くハヤブサを手に入れてしまわれたな。うん、研究も熱心だが、飛行機を操縦する勘が天才的にすごいんだから、かなわんよ。いや、お前たちだとすぐああだこうだと文句ばかりつけるところだが、部隊長殿は新鋭機の特徴を徹底的に調べ上げて、あくまでもその特徴を生かして新しい戦闘法にまで持っていこうとなさるんだ。いや、あの態度には頭が下がる。山下兵団は今朝未明、こたばるシンゴラパタンの強行上陸に成功したそうだが。そうか。はい。よかったよかった。それからラジオによりますと、海軍はハワイの真珠湾を攻撃して太平洋艦隊の主力を全滅させたそうであります。やったか。そうか。山下兵団は戦車隊を持ってこのペラーガの橋を敵の破壊に先んじて占領戦としとる。この橋梁を確保するか戦かでシンガポールの陥落が3ヶ月は違うということだ。我が軍の軽爆隊はこの橋を破壊戦とする地上の敵機を爆撃することになったが、そうなれば敵の戦闘機は必ずやってくる。よってその援護を我が部隊に命ぜられた。しかして部隊長はその以前に本拠地を奇襲を徹底的に叩くのを要わりと断ずる。部隊は今より直ちにクアラルンプールの敵機を殲滅する。Thank you.
の女じゃないか。え？おお。あ、よっしゃ。はい。ベランダの方へ冷たいもの持っておいて。はい。あんた、やられた。大将殿も隅におけんですな。いつ頃の名前など聞かれたんです。余計な心配なんかしなくたっていい。あれはわしの部屋の給仕だよ。なんだ、がっかりだな。ケル、入間空軍は戦意花肌旺盛だそうでありますな。さあ、マレーのやつらときたら頼りのでかなんです。ところが機関たちには花肌気の毒だが、明日の作戦は戦闘が目的じゃない。あくまでも自由爆隊の援護だから、その使命を忘れちゃいかん。つまり灰叩きでこう一つ一つ落とすのではなく、こう寄ってきたやつを内輪でこう払うんだ。こう追い払うんだよ。Thank you.
申し訳ありません。日頃の私の訓練が足りんためご迷惑をかけました。お詫びします。いや、そんなに言ってもらうとかえって恐縮です。あれくらいの犠牲で済んだのは全く機関のおかげです。本当によくやってくださった。全部隊感謝しております。いや、なっとらんですよ。終わり。あの日も取れ。あれほど言ったにもかかわらず、爆撃隊で犠牲を出したとは何たることであるか。日頃の訓練の足りんところはあったが、いつに反するところ、部隊長は明快である。特に敵を深追いして一番後から帰った者のごときはもってのほかである。任務のためには一気も落とさんでよい。爆撃援軍もかかるとき、実機撃墜などの戦果があったことを部隊長は非常に残念にも。祝杯をあげようと思ったが、部隊長殿にあんなにお叱りを受けたので、今日は遠慮しような。あ、それに奥田中尉と若松総長もやられたし、ほら、こんな珍しい男が来たの。おい、みんなこっち来いよ。さあ、みんなで食うじゃないか。あ、おい、国見。あ、榎木。あ、こっち来いよ。あ、おい、新藤。あ、おい、日中。あ、こっち来いよ。なんだ、榎木、こっち来い。司令官閣下から舞台色として頂戴してきたんだ。こりゃ早あたりよりうまいぞ、きっと。お、榎木、こっち来いよ。あ、さあ、榎木、食わんか。あ、おい。あ、どうした。橋がありませんから取ってきます。よしよし、それなら俺が。己が本分の忠節を守り、岩山岳よりも重くしは工房よりも可能性を覚悟せよ。その理想を破りて深くを取り、汚名を送る中で、
は今まで考え違いをしとった。隊長殿は続々と続く部下の戦死に対して強いてその悲しみを殺しておられることと思っていた。あるいはまた戦闘技能というものはいつかは必ず死ぬものであるという一つのストーリーを開かれたとも思っていた。そうではなかった。今の報徳に接してわしは初めて分かった。隊長殿は全てをあの中に置かれておるんだ。誠意もなく死もなく、ただただ直輸を貸し込み放題しておられる。それの他に何もない。隊長殿の偉さというか大きさというか、それが今日初めて分かった。北斗の頃とは随分お変わりになられたと聞いておりますが。確かに変わられた。変わったというより一段と大きくなられた。北斗の当時は部下の戦死に対して明らかにその悲しみを表されている。川原中尉の戦死した時などはあの有名な資源を落とされて弔った話もあるくらいだ。いや、一段と確かに大きくなられた。しかしそれまでの波が随分お苦しみになったと思う。到底我々にはできんことだ。おい、エルギー。おお、吉田。よう。あ、お邪魔します。しばらくだな。うん。おう。貴様、落下山部隊だったんか。うん。おい、同期のくせに貴様は見るくさいぞ。なぜ知らせなかったんだ。だから今夜神器を切りしたんじゃないか。どんだ、手裏でか。ウイスキーでも持ってこいよ。ああ、それはうっかりしたな。うん、ほかな。おい、食い物が悪くてな、腹ばかり下してんだよ。そうか、そいつはいかんな。うん、タレンバン取ったらいくらでもやるぞ。どうせ俺たちが先行くんだから。おい、みんな食わずに少し取っとけよ。俺たちもすぐ行くからな。時にタレンバンどんな具合だ。いるぞいるぞ、戦闘機がうじゃうじゃいるぞ。危ねえぞ貴様。そうか。心配するな。とっくに俺たちの方で徹底的に叩いてたよ。もう大丈夫だ。そうか、とにかく頼むよ。降りさえすればどうにかなるんだが、降りるまでが初心なしだからな。俺たちはまあ任しとけよ。加藤健夫というすごい親父がついているから安心だよ。うん、そうだな。じゃあ明日。ロンド、もう帰るのか。びっくりくせんな貴様。だがいい、俺はこれから部下たちと総合会やるんだ。じゃあ、おお、おい、お、しっかりやれよ。お、頼むぞ。お、本気坊主、さすがに緊張しとるな。俺たちと違って羽がないからな。空の上じゃ処置なしだよ。
ことは喜びに堪えないが、さらに我が部隊は虫川を遡る輸送船団の援護を行う。落下傘部隊と輸送船団の連携になって初めてこの奇襲作戦が完璧となるよ。これまた一刻も揺るがせにできない。各地の武器を終わり次第同時に出発。バラバラに帰ってくるようじゃいかんな。
副隊長殿は負傷されておらんか。うん、いや、よかった。そうか、猪木、宇田総長が火を吹いて機体庫へ見事に自爆したの。立派だった、あいつ。おい、猪木、安波大殿が、本日は大変ご苦労であった。攻撃をやろうか。なあ、明け方にやっつけたらきっと敵を撃てる。な。老院は戦闘機としてはギリギリいっぱいの遠距離にある。しかもその艦は全て敵地だ。昼間そこを長時間飛んだら必ず敵は知ってみんな逃げてしまう。これはどうしても夜のうちに飛んでいって、ちょうど明け方に向こうに着き、一気に叩きつけてパッと帰りに限る。どうだ、新道一。あ、計画としてはいいと思いますが、実際にあたってあの山岳地方の夜間飛行はどうでしょうか。しかも敵飛行場はあの山と山との間にある猫の額のようなところです。今日も見て驚いたんですが、昼間でも発見が難しいのに夜ですとどうでしょう。それは後方さえ確かならピタリと向こうへつけるはずだ。あ、そうだろ。なあ、マリエ。あ、それはそうでありますが。じゃあ後方なら俺に任せろ。月は朝になるまでにちょっと出る。それでメコン川かサルイン川を捕まえる。よし、月齢23までは自信がある。やろう。俺はあんまたちの仇をきっと取る。集合完。命令。一、本庄未明。敵戦闘隊主力は老院に位置しあること確実なり。二、戦闘隊はこの敵を地上に捕捉、撃滅せんとす。
撃破機数は3分の2にしておけだ。それからすぐさまおやじ得意の第2撃なんだ。ああ、3敵を空中に求めて撃滅戦突ってわけさ。ところが今度は敵さんもなかなか油断をしない。めちゃくちゃに撃ってきた。とうとうやられてね。ほら、ここと参加者なんだ。あ、そうじゃないですか。何、もういいんだよ。おい、えなき。いや、貴様まだ生きとったんか。バカ言え、貴様のような新卒ライターは違うわい。何を言うか。おい、えな、元気か。元気と言いたいが、またまたデングにやられてね、部隊長殿も入院しておられるんだ。そうか、あんなにご丈夫なのにな。疲れるといかんな、デングには。部隊長殿もあんまり働かれすぎたからな。とにかく、あんなにめちゃくちゃに活動していては体が続くもんじゃない。これ幸いと言っては変だが、しばらく休養させた方がいいですね。はあ、ところが何しろああいう人ですから、病院にいても舞台のことは気がかりと見えましてね。もう大丈夫だ、もう熱は下がった、もう退院させろ、舞台に帰らせろと軍医にやかましく言うんだそうですよ。困るな、それは。いや、わしは帰る。しかし団長閣下も大変心配されておられます。しばらく休養されるようにと宿舎のご用意までされました。涼しくて静かないいところです。そこでせめて2週間もご静養していただきたいと思います。団長閣下をはじめ皆さんのご好意はありがたく感じている。が家はもう十分だ。しかしご無理をなさらん方が。わしはな、飛行機に乗った方がずっと正常になるんだ。明日帰ろう。おい、部隊長殿は何時来られるって言っとった？12時だそうだ。じゃあもう来られてもいいな。あ、部隊長殿かな。いや、音が違う、音が違うぞ。
れ。どうもありがとうございました。おい、早く整備にかかれ。はい、はい、はい。おい、今はバカに大変がいいじゃないか。大将殿、えのきか。ああ、松子と久し、もういいのか。あ、申告いたします。出軍中尉えのき公平、入院加療中のところ5月17日退院、ただいま復帰いたしました。通信で申告いたします。慌てて帰らなくてももっと休んでればいいの。ああ、でも部隊がだいぶ手不足になったと聞きましたので。内地へ転出したものもあるし、伝軍にやられたものもある。ああ、わずか半年の間に部隊も随分寂しくなったよ。投稿持ってきました。いかがですか。おお、こんな上等なタバコこれもらっていいか。あ、ありがとう。お前は確かタバコを吸わなかったな。そうか、ありがとう。いえ、それからもう一ついいお名言があります。うん、開いた。これかこれか。お高っかから現場へ来い。いやいや、それだけは私の宝物ですから。そう言わずよかせよ。いやいや、谷志君、ひどいやつだな。私はな、明日の正午に帰るから本部へ電報打ってくれ。はい、部隊長殿は明日正午に入られると打電します。義勇軍を頼んで探してもらうより方法がないそうであります。
従軍？あ、射水が付着したところは敵か味方かわからんようなやつがうようよしているややこしいところなんだそうであります。でありますから、ビルマ人の組織している義勇軍を頼むのが一番いいと参謀が言っておりました。それにうまく連絡が取れるか。はい、義勇軍の中に一人日本の将校がいるんだそうで、それに紹介してもらいました。じゃあすまんが、すぐ行ってくるんか。は、参ります。おい、クレア。は、ちょっと待て。誰か射水人の写真を持っとらんか。はい、持っております。じゃあそれを持ってってくれ。は、桜鳥というのだが、スズメの少し大きいようなやつだ。それがうちの屋根に巣を食ってね、子供の時にその巣を覗くのが楽しくてね、木の巣を爪に乗せてやると柔らかくてぽーっと暖かいのだ。遅いな。もう1時だ。帰りました。夜間の捜索は困難だから明日まで待ってくれとのことです。明日の正午までにはその成否にかかわらず必ず報告に来ると言っておりますが。そうか。いや、今夜は随分苦労かけたな。いやじゃあ寝ようか。はっ。とんだ長話をしたな。今まで報告のないところを見ますと、義勇軍の方はダメらしいです。そうか。ダメか。時間ですから出発されますか。もう少し待ってみよう。あ。おい、神道、どうした？あ、今朝からちょっと寒気がいたしまして。どうだ、痛むか？あ、少し。ああ、これはいかん。デングだ、デングだ。帰れ。短期で帰れ。あ、しかしもう部隊長殿もお帰りになるでしょう。ご一緒にお供させていただきます。俺は射水順位の安否が分かるまでここにおる。体が大切だ。帰れ。天狗の苦しいのは俺も知っとる。あ、しかし命令だ。帰れ。体を粗末にしていかんぞ。え、あ、神道注意、東宮基地へ帰ります。よく気をつけてな。あ、出発はどうされますか。もう少し待て。
水順位が不時着したのは確かにジャングルだな。は、敵地ではないな。確かにジャングルであります。しかしあの様子では必ず致命傷を負っていると思います。戦死した者に違いありません。そうか。いずれにせよ義勇軍の方から何も言ってこないのは結果が悪いからでしょう。いや、そろそろ帰るか。あ、Oh.